はぁー、スーパーサイヤ人だー。ということで、ドラゴンボールのコラボクエスト、力を解き放て。このクエストでドラゴンボールを1,2,3,4,5,6,7個、7個全部集めると、なんとこのシェンロンの超かっこいいグライダーを無料で手に入れることができます。そしてね、このシェンロンのグライダーだけじゃなくて、例えばね、このドラゴンレーダーのバックアクセサリーとか、この気を貯めるのエモートとかもね、この辺のいろんなアイテムを全部無料で手に入れることができますので、このドラゴンボールクエスト一緒に頑張っていきましょう。今回の動画はこのドラゴンボールクエストの中でもウォームアップクエストの完全攻略動画となります。はい、ということで最初のクエスト、馴染み深い特訓の場所を訪れるということで、場所はここですね。はい、サンクチュアリーのファウンデーションの石像の後ろの方、はい、この小さな島のこのカメハウスに向かってください。っていうか人が多すぎる。大丈夫かこれ。あ、届かなかった。オッケー。そしたらこのお家に訪れると、これでこのクエストクリアです。はい、そしたらそのままね、次のクエスト、カメハメハでオブジェクトを破壊する100個ということで、このブルマがね、はい、カメハメハ売ってるんですけど、売り切れてる。もう全部買われちゃった。オッケー、今度はブルマ一番乗りでカメハメハを買おうと思います。あー、いっぱい人が降りてるな。オッケー、カメハメハ250円で購入しました。そしたらね、このカメハメハを使ってオブジェクトを破壊する100個ということなんで、100個なかなか多いな。はい、できるだけ家を破壊して、いっぺんに家具をドカーン破壊していきます。何個だ何個だ、これで13個。ちょっと待って、マジやめて、マジやめて。はー、はい、ということでね、あそこのカメハウスに降りちゃうと敵が多すぎてね、なかなかクエスト攻略も難しいので、次のクエストを攻略しながらさっきのクエストもね、同時にクリアしていこうかなと思います。ということで、次のクエストがポイポイカプセルを開ける2個ですね。はい、そしたらね、こういう次元の裂け目がある場所、セブンのアウトポストとかシナプスステーションに降りて、マップ上にこんな風にホイポイカプセルがね、落ちてくるのを待っててください。でね、このホイポイカプセルを開けると、このホイポイカプセルを開けるのクエストもクリアできると同時に、このホイポイカプセルの中にはカメハメハが入っていますので、さっきのクエストも同時にクリアすることができます。はい、こんな風にね、次元の裂け目のね、近くで待って待機してれば、ホイポイカプセルがね、出ると同時に次元の裂け目からピューンと向かってね、すぐこれを取ることができますので、めちゃめちゃおすすめです、このやり方。まあね、インゴットを超大量に持ってる方はね、毎回毎回ブルマのところに降りて、毎回ブルマからカメハメハ買ってもいいんですけど、このやり方だったらね、インゴットも使わずに、ほらこれホイポイカプセルをゲットです。この中にカメハメハとヒント運が入ってますので、ここでカメハメハを使って、はい、オブジェクトを破壊していきます。はぁ、やっぱ家を破壊してね、オブジェクトをガンガン壊していきましょう。ただカメハメハはね、1回取って3回しか撃つことができないですので、はい、またね、さっきと同じ作戦でホイポイカプセルを集めていきます。 OK、 そしたらこれでホイポイカプセル2つ目でーす。次元の裂け目を使うとね、こんな風に簡単にホイポイカプセルを開けることができます。はい、そしたらここでね、ホイポイカプセルを開ける2個のクエストをクリアしたら、ステージが2になって、複数のマッチでキント運またはカメハメハを収集する5回っていうクエストが出てきましたけど、まあこのクエストはね、ちょっと他のクエストをクリアしながら、毎ゲームね、こんな風にホイポイカプセルを開けてカメハメハとかキント運を集めてたら、何試合もやってれば自動的にクリアになるんじゃないかなと思います。そしてさらに次のクエスト、キント運に乗って移動する1500メートルですね。はい、キント運の方はね、1回取ったら何回も使えますので、はい、これを使ってね、ブイン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 飛び回ってたら自動的にクリアできるんじゃないかなと思います。もしかして裂け目とキント運を同時に使って1500メートル移動したりできないかな。あ、できない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 ですね。さすがにできないか。オッケーオッケー、オッケー、これでキント運1500メートルクリアでーす。オッケー、そしたら最初のカメハメハのクエストを進めていこうかな。さあ、そしたらラストカメハメハ、オッケー、これでカメハメハでオブジェクト100個クリアでーす。はい、そしたら次のクエスト、ドラゴンボール自販機からアイテムを購入するということで、一応ね、マップ上にはここ3箇所しか示されてないんですけど、さっきね、レイジーラグーンとかでドラゴンボールの自販機見かけたので、もしかしたらこの3箇所以外でもクリアできるかもしれないです。はい、一応今回はこのルートレイクの指定された自販機に向かっております。
あら、敵が多いな。一回離れるか。OK。そうしたらもう誰もいなくなりました。これですね。ドラゴンボール自販機。はい、このドラゴンボールの自販機で、お、ここでもカメハメハキントーン買うことができます。ああ、ちょ、やめてやめてやめて。ということで、こんな風にドラゴンボールの絵がついてるドラゴンボール自販機からカメハメハとかキントーンを買うとね、このミッションクリアとなります。ということは今のところミシック武器、カメハメハとキントーンを手に入れる方法として、ブルマに話しかけるか、自販機で買うか、空から降ってくるホイポイカプセルを拾うかの3種類の集め方があるみたいっすね。はい、そうしたら複数のマッチでキントーンとかカメハメハを集めるクエストはね、次のスパーリング練習をしながらクリアしようと思いますので、最後のクエスト、ドラゴンボールスーパーエピソードフェスティバルでドラゴンボールスーパーを視聴する1回ですね。そしたらね、このクエストはこのゲーム選択画面から、はい、ここフォートナイトドラゴンボールコラボのところに行ってもらって、何話でもいいのかな、10話11話とたくさんいろんなドラゴンボール見れるようになってますので、多分どれでもいいとは思います。はい、このねドラゴンボールスーパーのエピソードフェスティバルのゲームモードを選んでプレイを開始してください。はい、そうしたらこういうクリエイティブの場所に行きますので、ここでねアニメを長く見なくても、まあ、30秒か1分ぐらいだったかな、すいません、さっきねクエストクリアしちゃったんですけど、全編見なくても、まあ、30秒か1分ぐらい待ってると勝手にクエストクリアとなります。ちなみに、このクリエイティブに入ると同時に、ドラゴンボールスーパーのスーパーヒーローのね、映画の宣伝が流れるんですけど、小学生の息子たちと、実は速攻でその映画見に行っちゃいました。ということで、今回のドラゴンボールのウォームアップクエスト、完全攻略成功です。そしたらね、今日は特別に、ドラゴンボール一つだけじゃなくて、二つ目のクエスト、スパーリング練習っていうね、二つ目のドラゴンボールをもらえるクエストも来てますので、こっちのクエストもね、今からすぐに撮影して、すぐ動画化しますので、楽しみに待っていてください。